オープン AI 社の Dev Day 2023の発表で何が変わるのでしょう。2023年11月6日、Dev Day が開催されました。このイベントは開発者を中心としたイベントですが、一般の人にも嬉しい内容が盛りだくさんです。SNS や YouTube にも情報が出ていますが、やはりてんこ盛りの革新的な技術なので、一般の人には難しい内容も多いです。そこで難しいことは全て除外した、普通に使う人に分かりやすい解説をしましょう。まず GPT-4 Turbo というモデルが発表になりました。難しい仕様は別にして、高精度になり、膨大なトークンが使えるようになります。一番大きな 128K は書類にして300ページほどと思ってください。企業などが API を利用して使う API 利用料もとっても安く設定されています。今までの3分の1ぐらいのコストです。一般の人が恩恵を受けるのはカスタマイズして自分専用のチャットボットが作れる GPTs が発表されました。お料理に特化して教えてくれるチャット GPT や釣りの情報が専門的なチャット GPT など今までもカスタムインストラクションズという機能でカスタマイズが可能でした。これはシステムロールというところに命令し細かなプロンプトなしで的確に答えてくれる機能ですが今までは一つしか設定できませんでした。これを自分の好きなだけパターンを作って登録可能、アイコンまで AI で内容に合わせ提案してくれます。この作業はプログラムなどの知識なしにビルダーで簡単に構築できます。そして便利なものができたら仲間や会社でシェアできます。もちろんデータをシェアはしませんのでセキュリティは考えられています。さらに外部のプラグインを連携したりもビルダーは提供してくれます。DALL-E 3の画像生成やコードインタプリタという Python プログラムも知識なしにビルダーは連携が可能なようです。さらにこうして作ったオリジナルの GPT を販売流通するための GPT ストアもできます。AI での新たな市場が一般の人にも開放されるみたいです。もちろん利用者は便利なカスタマイズチャットをストアで探して利用可能です。なんとこのストアは11月末には運用開始見込みというなんともスピーディーなスケジュールです。生成 AI もなるべく同じキャラで続けて作りたい場合、他の専門的な AI で利用できていたシード値も使えるようになるようです。シード値を指定して生成できたら、キャラ以外にも背景の画風などの再現がしやすくなります。一般の方に対しての今回のアップデートはこのぐらいですが、この機能はプラスやエンタープライズの課金ユーザーになっています。今までは AI もどこが勝ち組になるか、もう少し様子を見るのがいいでしょう。そう言ってきましたが、活用やユーザーライクを意識したオープン AI はかなりの優位性になってきました。今後の未来と AI が気になる方は、そろそろ有料版の利用も検討する時期になってきました。本日はご視聴ありがとうございます。